ワシントン州キサップ海軍基地内のドックにて、障子産用中のシーウル普及源泉アセス、ジミー・カーター戦隊障子とは主に軍艦の船体を、障子すること。潜水艦を含む軍艦では、海上、海中、空中の時期の乱れによって敵に発見、攻撃される恐れや時期間を式き嫌いに反応するリスクが高まるため、不必要な時期を、船体から除く必要がある。 船体磁気は正磁期と同時期に分けられ、正磁期はさらに誘導磁気と永久磁気に分けられる。同時期も渦電流磁気と浮遊磁気に分けられる。船体磁気は3軸の方向別に LM、VM、AM に分解できる。誘導磁気誘導磁気は地磁期によって誘導されるもので船体の形状と方向、当磁率、重量、地磁期によって変化する。 船体が南北方向を向くと誘導磁気が強くなる。永久磁気永久磁気は船体が磁石となってずっと持ち続ける磁気である。建造時の船体後半の切断や溶接の時から生地が始まる。船体が建造時、船体に長期間置かれるだけでも生地する。渦電流磁気渦電流磁気はアルミなどが地磁気中を運動することで発生する。誘導電流から発生する。 浮遊時期浮遊時期は、発電機や手機、電気回路から発生する。横須賀小事章を航行中の巣を海上自衛隊では、横須賀小事章で船体の永久時期を定期的に、生じしている。特に水上鋼鉄艦艇の監視艦備方向の、小児を、デパーミングと呼び、船体外周に大きなコイルをゆっくりと通して、電流の極性を変えながら、徐々に弱くしていくことで時期を消していく。 潜水艦では、関西小児装置の消費電力削減のために、あらかじめ誘導時期を打ち消すように、船体永久磁器をつけている。また、潜水艦の艦首完備方向の障子作業を、フラッシングも実施している。磁器処理で生じできなかった永久磁器と地磁期による誘導磁器を中和するための関西小児装置の調整も横須賀小児所、佐世保磁器測定所、 カリ磁気測定所で行われる、敏感な磁気センサーによって測定された、船底磁場が最小となるように、関西小児装置の小児コイルに流す、電流値が調整される。この作業は、小児装置の調停と呼ばれ、定期的に実施されている。小児コイルには、方向別に名前が付いている。L コイルは、監視完備方向。A コイルは、横方向。M コイルは、垂直方向。 G コイルは垂直方向での監視と監備での差を打ち消す対戦障回機に取り付けられたマットブーム戦隊磁期そのものではないが軟質磁性体である鋼鉄で建造された水上艦や潜水艦は地球が作る地磁気の流れを乱す鉄が磁石を吸い付けるように鋼鉄の艦隊が地磁気の磁力線を集めるために何もない海では一様な磁力線の分布が 大きな鉄の塊である艦隊を中心に乱れる。これを地場歪みと呼び、現代軍用艦艇では敵の磁気艦王式機雷による触雷や空中の航空機から海中の潜水艦を捜索する磁気探知機によって発見される恐れがある。機雷を取り除く総海底の多くが鉄の船体を避けて繊維強化プラスチック製や木造の船体を選択する理由は磁場歪である。 旧ソビエト海軍の潜水艦では、シタン製の耐圧核を持つものがあった。シタンの採用によって、大深度潜航が可能になっただけでなく、潜退時気シュグネチャを最小化できた。第二次世界大戦初期の英国艦隊は、ドイツが英国沿岸に付設した磁気艦を式機来に悩まされていた。英海軍では、潜退外周に、障子コイルを巻いて、潜退の磁気を消すのに成功した。 これが戦隊障子の最初であるウィキメディアコモンズには戦隊障子に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。